とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーやっていきます。今回のタワーは、周回しやすくって、30分で一周することができてますね。で、俺はいつもの装備で、大体やってるんですけども、今日は、違った装備を使いたいと思います。かねてからね、ものすごいおすすめされてた、コグクロスボウ使っていきたいと思います。実際のところ、コグクロスボウ2回ぐらいしか使ったことないです。なので、どんな感じになるかわかんないですけども、まあ、ガチ勢の人たちのおすすめということなので、ちょっと使ってみようと思います。いつもとは違った編成で、楽しんでやっていきたいと思います。では、1回から行きましょう。1回、2回がね、結構敵が多いので、注意が必要なんだけども、まあ問題はないと思います。今回一番難しいのが、おそらく俺は24回だと思う。24回はね、とにかく敵の火力が高いし、戦いにくいしね、俺は大嫌いなステージなんだよね。まあ人それぞれあると思うんだけども、俺はね、今回24回がとにかく嫌いです。じゃあ、ナイス。ここ TNT が出てくるとね、嬉しいよね。オッケー、ゴリゴリ行け。あとはこいつらを倒すだけ。おいちょっと待って、集中攻撃されると結構痛いな。よし、オッケー。コグクロスボウが確かね、8回とか9回そのあたりで出てきたと思うんだよね。うん、あ、そっかそっか。取っていく装備なんかも、ちょっと変えてみようか。いつもとは違う感じで。うん。いつもは使わないなっていうやつを、ちょっと率先して使ってみましょう。まあ、それもね、このゲームの楽しみだと思うので、ちょっとやってみようか。いや、クリアが難しいかもしんないよ。クリアはちょっと難しいかもしんないけども、まあ、今日は楽しんでいく感じで、いきます。はい、クリア。で、ここ、ここは別にいらないから、いやいや、あ、いや、武器も持つのはね、最初の頃は別に俺、そのままの装備で、うん、10回近くまでは行っていいと思ってるので、いいでしょう。まあ、ここはとにかく、クリーパーが3体出てくるので、そこだけ注意すれば、なんてことないんで、危ない!しゃ、オッケー。この3体ね、注意しとけば、問題ないっすよ。クリアです。コグクロスボウは多分、7、8回だと思うんだけどね。あ、ここは、あ、ちょっと待って。じゃ、コグクロスボウを使うならば、魂の棒はいらないか。うん、エンチャントポイントを貯めていきましょう。コグとプラスで何かも、ちょっとね、開発したいね。ああ、痛い。やはり3発目を最初に当てないと結構きついか。そうね。あぶね、ちょっと火力が高いの。こんな感じだった？あぶね。あ、そうかそうか。危ない。ドン。よし。そうかそうかそうか。これだ。パワーシェイカーをつけてなかったわ。ミスです。あとはどこにいる？あ、お前か？と上の方にいたりする？あ、いない。4回クリアでーす。もう問題ないですね。で、ドラは絶対いるんですよ。ドラは取っていきましょう。はい、おいで。いいね。ちょっと待って。倒した？倒してないか？オッケー。とにかくこうレイスがね、うっとうしいので、あいつをまずは倒しておきたい。終わり？そろそろ。あー、まだあっちにいた。あ、でも倒した。よし、終わり。5回クリアでーす。怒りはないよ。怒りはない。うん。
俺はそう思う。だってコブクロスボウをピグリンの誇りに変えたいと思うので、あれはちょっと持っていってもな、道中が劇的に楽になったりすればまあまあまあ使おうかなとは思うんだけど、そうでもないよ。やっぱり壊れた怒りにしないと使えないかなと思うんだよね。なので今回はなしでいきましょう。でもなんか今のところいつもとそう変わらない装備を使っていってるな。ちょっと変えよう。まあまあそろそろ変わってくるでしょう。序盤はね、それは仕方ないよ、装備変えないんだから。いつも仕方ない、いらないかな。あー、釣り竿ここにあるんだ、なるほどね。あ、じゃあ釣り竿連打も今回はできるっていうことか。はいはいはい、あー確かに。最初の11階のボスか、あそこをソーブレードでガーッとやれば結構早いよっていうコメントもあったので、はいはい、そういうことか。ここに釣り竿があったわけね。はいはい、これは良さそうだ。でも釣り竿最近使ってないな。そろそろ一回使ってみようかな、釣り竿も。前とはちょっと違った感じに感じたりするかもしれないしね。で、ここは両、いやいや、いつも通りになるな。かといってバトルスタッフはないだろう。バトルスタッフで行こう。ないと思うんだけどね、バトルスタッフは。火力はあるよ、火力はあるけども、問題は攻撃範囲よ。囲まれたら結構弱いもんね、これ。じゃあよし、今そういう時のパワーシェイカーか。寄るなよ寄るなよ、あの雷結構痛いからね。よし、で終わりでしょう。あれ、ピグリンの誇り、あー来た、コグクロスボウ出た。5連射だからね、これ。エンチャントなんか入れよう。あー、毒の力とかありだね。あー、でもいやいや、まあ毒矢のダメージそんなにないし、なら追い打ちだな。衝撃はあんまり意味ないかもしんない。追い打ち成長ぐらいでどうだろうか。まあ、とりあえず追い打ちは全部まず入れときましょう。で、バトルスタッフ、まあ、A に入れとけ。これでいきます。今回ね、矢があんま出てこないのよね。矢が結構出てきてくれれば、使いやすいとは思うんだけどね。まあ、今回矢を、箱から取る機会が結構あるよね。なんか27階にもあるよって教えてもらったので、意外と使う場所はありそうだね。 OK。 こんな感じかこんな感じだ。仕方ない。でもね、慣れれば強い武器だから、ガチでガシガシ殴れば結構ダメージを与えれるやつなので、使い方次第。 OK。 ボスもとりあえず1体はこれでサクッと倒せそうな気はする。気はするよ。で、ここはどうしてもこれになるよね。クールダウン入ってるので、どうしてもこれだわ。これはでも間違いない。で、次の回に行った時にクールダウン2入れましょうかね。コグクロスボウでしょう。あ、でも金細工にする前にエンチャント、まあいいや、入れとけなんとかなる。このチャージアローがね、どれぐらい速いかだよな。どれぐらいの速さでチャージしてくれるか、それがちょっと気になる。でも本当にね、1対1だったら火力は出ると思うんだよね。いくぞ、いけ、
うわー強いあ、チャージアローいいぞ。ボスと対マンになると結構いいかもしれない。やいし。ただ結構矢を使いそうなので、そうね、毒の力もねありかもしんないな。何も取らずに行きます。あ、刀にしてよかったかな。あ、いいか。うん、エンチャポイントはちょっと今回は大事にしていきましょう。うん、バトルスタッフもまあ使ったことないわけじゃないので大丈夫、いける。よっしゃ、トン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 。あー、やっぱりこれ使うにはキノコ欲しいね。キノコが欲しい。キノコあればもうちょっと、いいよ、コグクロスボウいいよ。すごいすごい。あ、勝手に向いてくれるんだ。5連射中に、あの敵がいる方を勝手に向いてくれるから、あ、意外とお得だぞ。うん、まあ、その場を向いて5連射をパパパパパって打つかと思いきや、敵の方を向き直してくれる、一回一回。これは意外と使いやすいかもしんないね。あー、問題ここかもしんない。うん、失敗したかな。最初から真ん中に突っ込んでいった方が良かった気もするんだけども、まあ、行ってみましょう。問題ね、ここなのよ多分。よっしゃ、あーらーやっぱり、今のはポーションバリアじゃない、ポーション使うのが遅かったからダメですね。すいません、もう一回チャレンジしよう。うん、真ん中にいきなり突っ込むじゃなくて、よし、 OK、 いくぞ。これでよし、よっしゃー、倒した。あ、流れ込む魂であれば結構楽なのよ。倒した後でもほぼ全回復するからいいんだけども、そうか、まあ、今流れ込む魂は優秀だわ。うん、それは分かってる。よし、でも火力特化もね、おいいね、いいもんだわ。よっしゃ、ちょっと待て、ちょっと待て、よし、オッケー。回復がないからね、ちょっと注意をしていかないといつものようにはいかない。注意しよう。よっしゃ、おいし、オッケー。もうちょっと矢を使っていったがいいかな。うん、もうちょっと弓使っていってもいいかもしんないですね。剣に戻しますちょっと使いにくかった。でここなんかもこれで、あーでもね、チャージしないといけないんだよな。でもチャージさえすればいいんだから。やばい、よっけ、怒られてる。ちょっと待て、よっ、あー、ちょっと待て、あー、きついなー、きついねー。オッケー、ちょっとなんだ、いかんな倒し方が。オッケー、基本的に、あ、いかん、ダメだ、リーチが足らん。やばい。オッケー、ギリ、ちょっと待て、チャージする時間が欲しい。オッケー、チャージさえしてれば強い。やばい、よっしゃー、あぶねー、やられそうだった。終わり、これで。いや、まだ下にいるな。どこ、オッケー。いやー、やられたな、ここは。でもまあ、まだあります。行きましょう。
いいよね、これで。あー、龍馬王の塔、流れ込む魂優秀だな。オッケーオッケー、ちょっと武器にね、慣れないといけないのよ。慣れれば絶対強いはずだから、もっと使っていった方がいいよね、本当はね。俺がちょっと貧乏症で。オッケー、もう渋るのよ、矢の数を。それがいかんね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。はい、ブレッ、よし、ちょいちょいちょい、オッケー、いいんじゃない。こんな硬かった本当にこんな硬かったかな。あ、剣のエンチャ入れてないのか。グダグダだな今日は。いや、でもいつもと違う装備でね、新鮮さはあるよ。うん、いつもと同じだとね、ちょっとマンネリ化するんで、新鮮さはあります。あー、よかった、スノーアーマー。これでようやく耐久力が上がりますね。うん、これと、エイリー入れていこう。ダメージを増やしていきましょう。で、コブで、成長かな？黄金だからちょっとあんまり入れたくないんだけども、まあまあ成長1個入れときましょうか。だいぶマシになったはず。うん、だいぶマシのはずよ。オッケー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 。エイリが入るとやっぱダメージがね結構上がるね。おいしいぞ。アローチャージした後はもうすぐ撃っていっていいね。うん、多分矢はね余るのよ最終的に。だからどんどん使おう。うん、ちょっともったいぶってね、打ってなかったんで打っていこう。危ない。よし、まだいる、下にいるかな。はいはいはい、どんどん打っていけ。あー、固まるな。終わりー。そうそう、どんどん打っていけばいいんだ。変えていきましょう。普通の剣っていうのはね、やっぱちょっと難しいとこなのか。剣が、武器も変えていきたい。いや、でも剣も強いよ、強いはずよこれ。でも商人ではもうコグクロスボウを今回はとにかく強化していきます。とにかく。ピグリンの誇りは、あれなんだったっけ、スキル、あれなんだったっけ、忘れた。なんかがつくよね。何がついた、なんか強いやつがついてくれればね嬉しいんですけども、それはちょっと使ってみないとわからない。イエイ、オッケー。うんうん、だいぶ安定して倒せるようになってるね。オッケー、これぐらいあれば大丈夫でしょう。ちょっと待って、じゃあ、痛い痛い痛い矢を使え、矢を、矢を使っていかないともったいないよ、せっかく強力なやつなんだからね。いりません。次、おお、まあ問題ないでしょう。うん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 、やっぱ鋭利付きの武器はやっぱ強いわ。チャージしないと撃てない、分かってる。チャージしないと撃てないことは分かってる。よし、いい場所、 OK。 うん、硬いね、思った以上に。できるか、やばい、危ねえ、死ぬとこやった今、死ぬとこだったわ。 OK、 やっぱパワーポーション優秀、優秀すぎるやろこれ。18回クリアです。いけた。まああと1回やられていいし、
クリアはできるでしょう。多分ね。斧か。でも火力的には多分剣で間違いないんだよな。あー、地雷もいいよね。地雷いいよね。でも、変えるところがないし、このまま行きます。来た、商人。ようやく、ピグリンの誇りに変えれます。あー、何?あ、貫通か。貫通1。3発に1回、あれがつくってわけね。貫通が。なるほど。もう毒矢も1入れとけ。で、成長も2入れとけ。もうとにかく強化していこう。回復使えばね、いいんで。では、ボス、行きましょう。ここのボスは、トゲがついてるんだけども、これエンチャントのトゲとは違うみたいで、遠距離は、反射ダメージ受けないらしいんだよね。なので、遠距離メインで戦っていこうかな。まず最初は、トゲがついてないので、そのまんまいいでしょう。はい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 。どこに召喚してくる ?OK。いいね。いや、あんまり良くはない。よし、OK。ドラつけて、弓打ってみよう。あ、いいじゃん。いいよ。はい、あ、これうまくいけば本当にあれね、2ターンぐらいで倒せるのかもしれない。もしかすると。2ターンで倒せれば早い。痛い痛い。はい、じゃあ次でおしまいです。ドラつけなくてもいけるかな。いや、まあドラ一応つけよう。はい、あ、うん、ドラなしで全然いけた。ということで20回クリアです。ここも何もいらないかな。いや、ちょっと待て、いつもと違う装備がいいからぬすっといこう。軽減はついてないけど火力は上がるし、クールダウンとポーションバリアがついてるのでいいかもしんない。ありだよね。うん、 HP も4700あったので 35% 軽減の、3300の防具とそう変わりはない。いいでしょう。 OK。 早いね。早いよ。いい感じ。こっちで戦おうか。なんか危ない気がする。うん、やべえって、やべえって。よし、 OK。 よっしゃー。 OKOKOK。 いいよいいよいいよ。いいね、一気にいく。よっしゃ。ああ、いや、矢が、矢を巻き上げないと。矢をね、しか巻き上げていかないと。おお、いい火力。よし。あ、いった。でも大丈夫だった。いけるいける。あ、意外とこれ今ね、今快適になってきた。今快適になってきました。いいぞ。いつもは愛のメダルで行くけども、森の、いや、愛のメダルのまんまでいいよ。うん、ここはもう森のやつも使ったことあるんでいいでしょう。あ、やっぱ攻撃速度がね 25% アップでかい。これは優秀だわ。うん、耐久力をまあ皆無にしてあるんだけども、でも、うん、その分火力が高いからいけるわ。うん、ものすごい近接が強い。いいね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 。いいよいいよ。意外と、うん、快適です。このコグクロスボウもあれだな、このチャージの時間をしっかりと見計らえば使える。すごい使える。よっしゃ。これ加速があれば結構いいかもね。加速を使ってチャージ時間確か縮められるんじゃないかな。
それとかだったら結構良さそうよね。オッケー、グレイブに行こう。いつも使わないぞ、これ。グレイブだ。うん。あ、意外と、このリーチの長さ、いいかもしんない。着く！いいよ。うん、攻撃速度がないのは、この 25% と、キノコでカバーできてる。いいね、矢が出てくる。くれた。ありがたい。いけ。いいね。あー、矢はもうどんどん使っていっていいからね。しゃ、多いな、敵が多いよ。敵が多すぎるぞ。よし、あとちょっと終わり。危ない。23回クリアです。まああんまりちょこちょこね、装備を変えてもポイントがもったいないので変えずに行きます。武器をちょっと変えていこうか。うん、まあまあ手っ取り早い。鋭利、吸血だね。 5% 回復しすりゃ十分よ。で、ポーションバリアも入れとけばいい。オッケーオッケーオッケー。で、俺の一番嫌いな24階だね。嫌いな、おし、ナイス、いいね。これエンチャンターもね、地味に出てくんのよ。危ない危ない危ない、死にそう死にそう。あっぶねえ。ああー、でも吸血か、吸血で回復してくれてるのね。オッケー。あー、やっぱこう下に落ちるのが嫌だ。オッケー。意外とグレイブの攻撃範囲がいい感じ。これがね、グレイブの戦い方よ。攻撃範囲が長いから、よし、その分ダメージをしっかり与えていこう。じゃあ、いいね。キノコが入ったグレイブは最高だ。なんか出た。あ、こっちか。で、終わり。ああ、いつもよりなんか楽勝だった気がする。うん、あ、これ盗っトのアーマーに変えるってね、ありだと思う。おう、盗っと結構いいよ。耐久力ないからね、ちょっと使わなかったけど、いやいやいや、その分攻撃力が増すんで、全然使いやすい。いい感じっすね。ちょっと待って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 、お前。倒す順番ね、倒す順番が全然なってなかったよ。超基本的なことなのに残念。初めて使う装備になるとなんかね、調子が狂うね。 OK。 あ、おい、クロスボウ使ってないじゃん。使っていかないと。よし、巻き上げろ巻き上げろ。オッケー、いいね。なんか一つに集中するとその他がね、億劫になってしまうので、しっかりと全部集中して。アーティファクトなんかもね、全然使ってないやつがあるじゃん、もったいない。オッケー、倒した。25回クリアでーす。問題なし、いらないかな。あ、いや、武器変えよう。さすがに火力がもうちょっと欲しい。もうエーリはもうテンプレだね。このタワーにおいては手頃で 35%、 33% か、火力上がってくれるし。よっしゃあ、 OK。 ちょっと待って待って待って、
ナイス、いけ。おお、意外と倒せなかった。いいぞ。あー、吸血がなくなったか。完全に回復手段がポーションだけになった。でもポーションバリアついとるからね、これポーションバリアついてるんで大丈夫よ。よし、終わりだ。上でね、よし、終わり。あれ、まだ、あー、いた。はい、26回問題なし。ダガーダガーか。防具はねグリムアーマーだ。あんまりいいのついてないけども、まあ防護で軽減して、で雪玉入れときゃいいでしょね。マシだよ。 OK。 ここでねちょっとクールダウンがなくなったっていうのはちょっと痛いかもしれないけども、 6% 吸収、違うやつがついたと思いましょう。今強いからね、 6% 吸収するってものすげえ強いね。おい、ちょっと、いかんいかんぞ。あー、そっちにもいるんかい。ちょっと待って、トグクロスボウもあんまり打ってくれなかった。いや、壁に当たってたのか。いいね。あ、意外と2発ぐらいだったらすぐ撃てる。あー、どこ、あと、あれ、この先にいる。はい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 。いや、ちょい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 、やめてくれ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、もうオッケー。27回クリアでーす。いらんかな。で、ここね、はい、で、こっち、で、こっち、行きましょう。問題なし。もうこのままボスまで行けば、ボスも余裕だね。うん、トグの威力だったら大丈夫でしょう。いけ。あ動きづらい、ね、いいよいいよ、ドン。あ、お前たちがいいのね。あと1体、はい、行ってきまーす。出ないな。パワーポーション出てきてくれれば嬉しいんだけども。 OK、 めちゃくちゃいい感じ。ちょっとラビちゃん邪魔よ。 OK、 いけ。あと2体でおしまいです。終わり。いいね。もう6番吸収、いや違う、これはもうここで臆病を入れていった方が火力が出るんでね、これはもう間違いないでしょう。で、成長と毒の力ももう全部入れとけね。で、サプライズギフト1入れて、これは別にいらない。はい、もうもうもう余裕でクリアできるはずよ。で、パワーをビグリ残り127、ダメージどれぐらい。5924。おお、それに追い打ちがついとるからね、追い打ちと成長が。うん、一発で1万以上いける。で、さっき、あ、いや毒の力使わんでいいか。あっし、きた。もうこれもうもう確実よ、速攻倒せる。いきます。あ、そうでもなかった。はい、終わり。で、こいつは一発でいけるかな。あっしゃー、いきました。うん、今日はですね、これピグリンの誇りを使っ
って、まあこれをメインにしてね、やっていきましたけども、ちょっとやっぱ慣れが必要です。慣れが必要。これ一箇所に打つんじゃなくて、その時その時で、ターゲットを変えて打ってくれるので、ものすごくいいんだよね。でも俺のいつもの感じだと、矢をね、どうしても段数を気にして、あまり打たないように行くんだけど、そこのね、貧乏症を直して、しっかり打っていけば、楽になると思う。だって418発よ。余りすぎ。ちょっとこれ慣れていこうかな。タワーでコククロスも面白かったです。では、報酬、見てみましょう。頼む！あー、続々はこの前出た。続々この前出たよ。ほら！最高のやつが作れる。でも、もうすでに最高のやつ作ってる。うわー、もったいねえなー。虚無を呼ぶもの、もうこれソウル系ではあるんだけど、火力はないんだよなー。続々2本目作る？ 2本目を持って、なんか違う感じに作ろうかな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。